七夕決戦、の市党を制した32歳に母国も空いた。7月7日、東京、両国国技館で行われた WBA、IBF 世界スーパーフライ級王座統一戦で、今世界スーパーフライ級王者の意を書か和と、市政と対戦した IBF 世界同級王者フェルナンド・マルティネス、アルゼンチンは3対0で判定勝ちを収めた。動画、 井岡に反撃を許さずマルティネスの猛攻シーン攻守ともに際立った。初回から前に圧をかけたマルティネスは、カウンターを狙う展開で応戦する井岡に反抗を許さず。右の強打で手数を増やして主導権を握る。中盤以降は相手のボディーを被弾したマルティネスだったが、手数で上回って最後まで流れを明け渡さず。井岡は最後まで前へ出続けたが、 32歳のアルゼンチン人のパワーとスタミナは尽きることはなく、3人のジャッジに満場一致の支持を得た。2団体統一を果たし、リング上で開催を叫んだマルティネス。その力強いパフォーマンスに母国メディアからも賛辞が集まった。日刊誌、インフォバエ、は、アルゼンチンボクシング界にとって歴史的な勝利だと絶賛。両陣営が視力を尽くした一戦で、 両友が1万1000人以上の監修に素晴らしい賞を見せたと試合内容を称えた上で、開始からものの数秒で日本人を傷つけることに成功したマルティネスの一撃、一撃がイオカの体に響いた。イオカは、エルプーマ、マルティネスの愛称、の攻撃を防御し、反撃する術を決して見つけられなかったと32歳の洗練されたパフォーマンスを強調した。また、アルゼンチンの全国紙。 オーレもマルティネスの、快挙、を大々的に報道。序盤から積極果敢に打ち出したパフォーマンスを、ハリケーンのようだったと絶賛。独特な表現で激闘を振り返っている。マルティネスは日本の土地に消えない足跡を残した。彼は家に打った。常に短い距離を持ち、ライバルの体格不足を利用。そしてフックジャブ、アッパーカットなど、あらゆる可能な方法で打ち出した。 こうしてマルティネスはアルゼンチンボクシング界の最も神聖な書物に残り続けたリング上で目を潤ませ、喜びを爆発させたマルティネス。その勝利に対する反響はしばらく続きそうだ。文、構成、ここからネクスト編集部。